生命様を終生のご主人と誓う式神の琥珀です。もう生命、もしかしてまた記憶を。いや、神楽様で不思議な子ですよね。生命。あ、神楽様。別に。どうかしたのか。生命。頼もう。うわ、なんですか。目覚めよ、時は来た。戦場にいるキャラクターの行動順序は、まずスキルを発動。琉球如律令真剣乱舞。バット。くそ。バット。琉球によりつれよ。大丈夫ですか、生命様。問題ない。どうやらかなりの霊力を持つ鬼のようだ。陰の気、怨念に取りつかれ、その力が増している。友の仇、憎き陰陽じめ。まだやるというのか。我が恨みの一刀、その身に受けよ。ダメ。生命は殺させない。あれは呪術。神楽様にそんな力が。ダメだ神楽、それ以上そのままを殺してしまう。神楽。カグラ、大丈夫か。これくらいの傷ならどうせすぐに治るから。すごい、もうほとんど治癒してます。これは一体。よくわからない。私に宿るこの力が何なのか。ひとまず怪我はもう問題ないようだ。だがあんな無茶は二度とするな。うん。ありがとう、生命。目が覚めた。いきなり襲われたら驚くわ。まずは話し合いましょう。そうよね、生命。どうやらわしの負けのようだ。さあ、煮るなり焼くなり好きにせい。先ほどから一体何のことだ。全く身に覚えがないのだが。それでどうしていきなり襲ってきたの。あくまで白を切るというか。ならば教えてやろう。わしがここに乗り込んできた理由をな。それはそこの獣が我が友のスズメを食らってしまったからだ。もしかして琥珀のことですか。ああ、しかも残酷にも生きたままバリバリと。かわいそうに骨の一つも残らなかった。どうだ陰陽師よ、お主がそこの獣に我が友を食らうよう命じたのであろう。琥珀、本当にお前がやったのか？そんな生命様、この琥珀を疑うだなんて。つまり誤解？もちろんです。生命様は信じてくれますよ。問題はどうやってあの者にそれを納得しても。生命、もし本当にそのスズメが食われて死んでしまったのならなんとかって一体どうするんですか？分かった、神楽に任せ。一度だけ身の潔白。分かってもらえたんでしょうか？さてな、見つけさえできれば。生命様、先ほどの戦い、ここは陰陽師として式神を召喚してみる。覚えていますか？この世には幽霊や妖怪といった鬼、陰界の住人、生命、式神召喚にはいくつか種類がありますが、まずは基本の召喚法を試してみましょう。さあ、霊符に樹の文様を描いて式神を召喚してください。その時には救急如律令の祈祷もお忘れなく。あら、そこにいるあなた、お姉さんと遊ばない？よかった、呼び出し。そうだ、ついでに他の召喚法も試してみましょうか。樹の文様は式神との契約の印ですから、間違わないようにしっかり描いてくださいね。陰陽等社会人救急如律令。氷で閉ざした心に鼓動などあるはずないだろう。涙、それは何だ？暖かいのか？おお、すごい式神を召喚しちゃいましたね。さすがは生命様。すべての式神は星6にまで進化させることができます。ここがそのスズメがく。ああ、それでいい。さあ、私と共に戦ってくれ。発動のために必要なエネルギー、まず発動したい。琉球如律令。それで神楽、一体どう。ひとまず、スズメの死の痕跡を探しましょう。生命様なら、見ることができるはずです。確かに。よし、ここは見てみましょう。生命様、道端に何かが。猫。どうやらあやつは救命ね。犬臭いやつが悪口を言ってる気がするけど。どうする？道端で寝ていては往来の邪魔だ。放っておきましょう。そうですね。他を探す。お腹いっぱい。何かの羽。これは。ああ、わしもかつてはやんちゃでな。人を襲うような狂犬だったこともある。何も信じず、ただ暴れていたわしに信頼というものを教えてくれた者がいた。それがスズメ。あやつの信頼に応えるために、わしは自身を抑える術を磨き、良き鬼に生まれ変わったのだ。大切な思い出なんですね。だから誤解なんですって。陰陽師殿。力を行使せよ。救急如律令。呪符対応。